グレープコテルニコフグレープコテルニコフはロシアの発明家で世界初のハードケースとソフトパックでの背負い式のパラシュートを発明した。サンクトペテルブルクに生まれた。1894年にキエフの軍学校を卒業し、1910年まで軍で働いた。1910年9月に航空省で飛行機の墜落したのを見てパラシュートの開発を始めた。 はじめヘルメットに収納することを考えたが、十分な大きさのパラシュートの収納ができないので、背負い式のパラシュートを開発した。最初に金属のケースの1912年に完成したモデルは RK1 と名付けた。1913年1月にコテルニコフのビジネスパートナーのビルヘルム・オーガステ・ピッチ・ローマックがパリでデモを行うと、その年の半ばには、 ヨーロッパでも砲品が現れた。第一次世界大戦の間、軍から多くの RK-1 の注文を受けた。さらに改良を加えより、柔軟な RK-2、RK-3 や荷物用のパラシュートを開発し、ソビエト空軍に採用された。ありがとうございます。